はい、えー、どうもワクワクタイルです、はい、日々、あのー、泣ける方がというか、えー、まあ何て言うんでしょうか映画好きな人が見ないようなこう胸キュン的なのをこう泣けるものを単純というかその見てるんですけれどもあんま難しくないのを選んで。 こう見てるんですけど、まあ、とりあえず恋愛だったり学園ものっていうのを選んで日々一日一本見てるんですけどもちょっと良すぎましたねちはやふるいやーすごかったですねうん当初では知ってたんですよもちろんちはやふる神のし下のくで、えー、二部生でっていうことだったんですけども。 で僕一日一本見て、まあ、1週間だったりちょっと経って、まあ、泣ける映画が2本あればそれを2つ喋ってっていう風にやってるんですけどもちょっとちはやふるは段違いに良かったですね今回。もちろんねかるたの,あの映画で。 映画の当時公開してた時もあ「ちはやふる」やってんだっていうその公開中にあの追っかけで下の句も1か月後にやってたりっていう状況を見てたんですけどももちろん予備知識ゼロから今回の「えー、ちはやふる」の原作を見ずに、えー、見ずにというか見る機会もなく「ちはやふる」の映画 DVD 見たんですけどももう冒頭でね上の句の冒頭で泣けてうん。 すすごかったですね、まあ、これ自体があんまりそのネタバレをするも何もサスペンスでも何でもないんで結構ある程度言える枠が多いんですけどもまあやっぱり広瀬すずさんの主人公感がすごくいいですよね。 後半にその飛びかかる、もう結構まあ3年ぐらい経ってるんで何でもかんでも多分言ってもいいと思うんですけども見てない方は逆にこの YouTube には引っかかって、えー、お聴きいただかないと思うんでいいんですけどもやっぱりそのの句で勝った時の抱きつく感じとかあれ多分僕見てないんですけどあれ多分あの抱きつき方って大地への抱き,つ抱きつくその感じって。 あれ多分コマあれあのままなんですよ。多分原作のあのままなんですよ。まだ調べてないんですけど、絶対そうなんですよ。私イメージ通りなんですよ。あのジャンピングで、勝ったよイチっていう感じのあの感じ。さえなんかわかるかな団体戦で勝った時。うん。でね、これ20分にやっぱ一回ちゃんと泣けてますね。うん。よく言うんですけども、 あの僕はもう敬愛するといいますかもう存亡尊敬する鈴木治さんのおっしゃってる論がハリウッドの、えー、映画の論法でアウト・オブ・ザ・フィッシュだったりなんかその金魚鉢からその魚が出てじゃあ20分に1回そのどうなるかっていうワクワクどころを見せなきゃいけないっていうのがいい映画のテーマだそうで20分に1回ぐらい多分泣けてますね。もっと本当は10分か15分分かに1回ぐらい これ泣けてみますねだからこう見た時にやっぱ恋愛っていうよりも青春が僕好きなのかなっていうふうに思いますね。本当になんかそれぞれのつくえくんだったりつくえくんっていうその学問が強い系の人もいたりとか何よりもやっぱりね西田さんっていう役の矢本悠馬さんっていう方がいらっしゃるんですけど西田役肉まん西田っていうやつなんですけど矢本悠馬さんがもう本当に。 みんなが真剣でみんなが感動する中で一回ブイッとこうフラットに戻してくれる完璧な役がすごくてで上の句僕すごい泣けたから下の句借りたんですけど下の句どうなんだろうって思ったら下の句も同じぐらい泣けてだいたいだって絶対下の句の方が泣けなくなるわけなんですよやっぱりその状況になれるし。 で何が泣けたんだろうって言ってやっぱりあく暑さが雪だるま式に雪だるまなのに暑さが溶けずにずっと転がっていくっていうのがすごくよくてうんよかったですね本当にツーやってくれって思いますねやっぱりなんかこういい原作だったりいい作品ってもう全然残るんだなって思いましたねうんいい原作はいい作品を呼び起こすし 呼び入れるしなんか多分スタッフさんとかもすごいいい感じだと思うんですよ。私やっぱり何と言ってもかるたという競技自体の熱熱中というかか気がすごかった僕自身はかるたを見たことがなかったのであの分かんなかったんですけど絶対あれ周りでいる人たち本物のカルタの人たちなんですよ多分。多分っていうか絶対そうなはずそうであってほしい。うん やっぱりでも何よりもやっぱり僕が得意つぶ山本悠馬さんもそうなんですけどやっぱりなんか本当にいいチームでやってるなっていう感じがすごい伝わってきてさらにあの先生国村淳さん演じる先生カルタ道場の先生なんですけどでその中でもういろんな名言を言ってくださるんですけど。 一つ僕の中ではちょっとあの絶対にそのこの「しゃべる」において伝えたいことがあって「あのこの度はぬさもとりあえずたむけやまもみじの錦神のまにまに」これさーっと言われてるんですけど別に何も見てる言ってるわけでもないんですよ「この度はぬさもとりあえずたむけやまもみじの錦神のまにまに」っていうふうなのがあってこれなんで言えるかっていうと僕広島出身でもみじまんじゅうの。 島にはもみじまんじゅうっていう特産物というかメそのもみじまんじゅうの錦堂の CM の時に「この度はぬさもとりあえずたむき山もみじもみじの錦神のまにまに」っていうのを小さい頃から僕は CM で見ていてでその意味も知らずにずっと思っていてでそれでその意味を実は。 調,あの調べるというかその劇中の中ではこの度はヌサもとりあえず手向け,手向けます今回は何にもその「たむけるもの」がないですけどもあの頑張って自分たちのものをお供えしますんで「モミジの錦」 もみじを何だったっけ？もみじをたむけるんだったかな。でもとりあえず自分のすべてをあのー、さらけ出しますというかあの捧げますから神のマニマニ神様のどうぞ要するに和訳すると自分の全部をかけますから神様の、えー、思う通りにしてくださいっていう意味なんですよ。でそれが、えー、劇中の中でその太一くっていうその まあ主人公といううか部長が言うんですよ自分はダメだとでも青春頑張ったんだけど神様に見放されたっていうとあるところがあるんですけどでもその国村潤さん演じる先生が言うんですよ「本当に全部青春かけたか?」って言って「神様に祈るのは全てかけてからにしなさい」って言って僕それを聞いた時に「あもっともっと本当に自分はもっと苦しいんでもっとさらけ出してもっと。 かけななきゃダメだなってもっと本当に手向けないとダメだなっていうふうに思ってんかそういう教訓というかビシッと心に残るようなことも出てくるんですよそれが本当にこの映画のいいところだなっていうふうに思いましたねうん本当に思った本当に思った 神様に祈るのは全てかけてからにしなさい」って言って言う優しく言う感じうん。ということで、えー、ちょっと番外編というか、えー、いくつか見てましたけどもちょっとちはやふるすごすぎたで、えー、ちはやふるだけでしゃらせていただきました。 はい。バ、え、カ、ー、クタイルの、えー、ラジオ一人で喋って約9分どうもありがとうございました。ぜひ見てみてください。